岩本テルがプロレスラー、レグロレンがスーパーの店員、宮舘良太がホストに、ソレスのガチ査定企画、人気グループ SNOW ・ MAN が出演する12日放送の TBS 系バラエティー、それ SNOW ・ MAN にやらせてくださいは、午後7時から2時間 SP として、SNOW ・ MAN が別の職業に就いたらいくら稼げるか。 今のリアルな価値が分かる禁断の査定企画それ SNOWMAN だとおいくらですかを送る4月28日の初回2時間スペシャルでは9人ダンス日本一決定戦を放送 s n o w m n 日本一の高校ダンス部そして芸能人ダンス選抜チーム世界一の小学生キズチームという4チームの本気のダンス対決は大きな反響を呼び Twitter で日本、世界のトレンド1位を獲得した。2回目の放送となる12日の2時間スペシャルでは SNOWMN の名前を最大限に使い他の職業に就いたらいくらで雇ってもらえるのかを検証する企画だ今の SNOWMN の超リアルな価値が暴かれる禁断の査定クイズとなっている。